光ってますね。では奉納しましょうか。いやー、昔のことをね、思うとさ、こんな時間なんて、外出れませんでしたよね。あれれれれ、ずいぶん頑張ったじゃん。ずいぶん頑張りましたか。えらいね、ポックル。ってことは、なんかそろそろ、あるんじゃないんですか？ポックル、また会ったわね。私よ、私、精霊ちゃんよ。どうもどうも。今日はね、嬉しいお知らせよ。ポックルの大人の元がたまりに溜まっちゃったわけ。そう、半人前ポックルから、一丁前ポックルになった。え、もうこれ、大人も同然レベル？わかんないですけど。あさっての夜もうなんか大学生超えみたいな感じですかね。よくわかんないですけど。ところでね、別れは悲しいけれど、出会いを生むって本当なの？え、一丁前って、多分、最大ランクですよね。え、もう、おとなしき目前というか、なんというかですか？精霊ちゃんはいつもあなたの見守ってるわ。それじゃあまた会う日まで。んー、でも、おとなしきをするのは、あれですよね、500万マネ払うっていう、やつだと思うので。目立つなぁ。ポン。さあ、特に何もないけど、40時間 ?40 時間ってことですよね。上の時計39って書いてあるから。マジかマジか。で、特になんか、やるとかあるのかな。とりあえず聞きましょうか。今日の、あーま、今日の曲ってことあんまり関係なさそうですね。え、なんかイベントとか、展示ランドっての作ってるんだろう。それなら釣り堀でも作った。それ多分お前得にしかならないと思うんだけど。うん、とりあえず、200万ぐらいは、行ってしまうと入ってるんですよね、もう。すでに。なので、今持ってるお金を300万マネにしてしまえば、500万マネには足りると思うんですよ。なので、この辺って結構売れるんじゃないかなーって思うので、売りましょうか。世の果ての主。やっぱ結構レア。おお、2万か。まあでも多分腐らしちゃうだけなんで売りますね。はい。あ、そうか。冷凍キノコ扁風で水5つあるから、ちょっと今から、あ、もう間に合わないか。じゃあ夕方やることがなければ、そこで虹色キノコをゲットしまして、30万プラスで300万達成だよ。オッケーオッケー。それで行きましょう。まあできなくても明日やればいいと思いますので。で、願い玉は割と余裕がある感じですか？まだ。え、どうすればいいんだろう。とりあえず探索しますか？なんか音聞こえませんか？あ、そっか、天神ランド作ってんのかな？すごい音聞こえる。おー！なんだこれは？なんだこれは？こんにちは、こんにちは。静かな生活を求めてチョモラン山にこもったでごわすが？うるさいったらうるさいのでごわす。そうですね。これはうるさいよね。あ、
頑張ってるね。3日で工事を終えてくれ。とんでもない、とんでもない指示ですね。しかし天神ランドができりゃチビが喜ぶんだ。よっしゃ、ここはファイト一発。え、まさかさ、一人でやってないよね。さすがにないよね、それは。さすがにないですよね。なんか、あと3日なら、あー、頑張れそう？え、でもさ、え、なんかパッと見一人じゃないですか、でも。え、頑張るね、メットさん。でも本音はやめてほしいみたいな。ごわ、なんざんす。ああ、特に。じゃあ、頑張ってね、3日。あ、カエルがいた。カエルいるけど。あ、ここにもいた。え、なんかいっぱいいないカエル。何があったの？カエルのバーゲンセールなの？やっぱ一丁前になったから、ポックルくんが、なんかお祝いのカエルですよみたいな、なんかスキップさんからの贈り物的な感じですかね。すごいいますね。ありがとうございまーす。え、ここにもいるよ。え、どういうことなの？なんかすごい手に入るんですけど。え、でもこの辺にもいませんでした？いたよね。おい。BB さんの喜ぶ顔が、ほんと見えますね。ん？これは、あ、お花か。こんなにいるんだ。びっくり。まさかの？なんか、ものすごい展開が。でかしたぞ。マジか、そんな展開があるなんて。誰が予想しただろうか。わかりませんが、すごいですね。頑張ってね。これ、わかったかもしれないです。これ、おとなしく、3日待てばいいんじゃないかなって思いました。で、あと、結局、やるタイミングを逃してしまったので、動き回ってたら。とりあえず、次の日の朝、起きたらすぐ、虹色キノコ作ろうと思います。というわけで、3日後にしようと思います。ポン。ということで、3日が経ちました。一応セーブしよう。何かあるのでは？え、何もない？何もない？もしかして。そうだね。なんかほとんど誰とも会話しなかった気がするな。じゃあ、向こうの場所に行ってみますか？また。ね、頑張って作ってた。一応聞こう。今日の曲だったら多分普通のラジオですね。ん？なんか明らかにこれ工事の音ではないですよね。あれ？なんか嫌な予感してきたんだけど。え、まさかだけどそんなことはないよね。お、でもなんかすごいいい感じ。え、どうなってんの？どうなってんの？え、まさかだけど、寝てるとかそういうことではないですよね。カエルいたし。え、カエルめっちゃいるんだけど、また。
俺完全にさ、ここどうやって入るのかなって真剣に考えてたんだけど。こっちにいたのね。ごめんね、気づかなくて。いや、困ったよね。困ったよね。うん。工事が終わって静かになったと思ったら今度はいびきでごわす。困ったでごわすざんす。そうでざんすね。これ大変だ。なんか工事現場よりすごいんじゃないですか、もしかしたら。多分こういうことですよね。メットを叩き起こしたらきっと静かになる、なるでごわすざんす。そうでざんすね。じゃあ。倒しましょうじゃない。倒すってそういうゲームじゃないけど。よし。もったいないけど。起きるだろ、これで。えい。なんか3発目に関してはさ、起きてからやったよね、ポックル君。はい、ありがとうございます。なんか結構あっさりしてましたね。やったね、ポックル。美味しい水が増えるよ。いっけねー。え、どうしたの？家に帰る途中帰る途中だったんですか？天神ランドが完成したんだ。早いとこ、おめえは。あ、完成したんだ。おめでとう。なんか、てっきり途中で完成してないままネタ落ちかなって思ったけど。お山に帰って、お猿さん、あ、もう、お猿と、もうバトル、たくさんしてくださいね。あれ、アイテム取られるからね、負けると。アイテムじゃなくて、所持金取られる時もあるんですよ、確かあれ。俺一回あれ負けて、70万ぐらいだっけな。なんかめっちゃ取られて、めっちゃ泣きそうになった。お、やったであるな、メト君。やっぱなんかありましたね。かなり厳しい仕事でしたが、俺っちにかかれば、あんなもんは気の抜けたビールで乾杯するようなもんですぜ。よく言うよ。どういうことである？あ、これ多分あの人答えらんないわ。いいえ。無理です。ですよね。ねえ、どういうことあるね。どういうこと？そりゃその、どうでもいいくらい、ちょろい仕事ってことですぜ。ブラボー。ご苦労であったね、メト君。ゆっくり休んでくれ、たまえ。でも3日で頑張ったよね。多分一人ですよね。ぼちぼちだよ。うん、それはあなたが一番よくわかってるよね、でも。バイバイ。何はともあれ、メット君の働きにより、天神ランドが完成したんだよ。これでツーリストが来て、島の経済が潤うのだ。びっくりマーク、びっくりマーク。テンション上がりすぎ。さて、プレオープニングセレモニーの相談ですが。お、メイヤーさん。スピーチと招待状を配ること、あ、なんか嫌な予感してきたんですけど。な。島の皆様。盛大に。お花を渡すプレゼンターは、アンさん、アンに頼んでくださいあるね。おう、彼女と約束したので、それを頼み申します。
それでは私たちは引き上げます。ご機嫌うるわしゅう。メイヤさん絶対腕疲れてんだろうな。さてプレオープニングセレモニーのスピーチ原稿を作るのだ。頑張ってくださいね。どうしたの？パッションパッション。しかしスピーチ原稿を書いてたら招待状を配れない。あ、じゃあこの辺でちょっとこの辺でちょっとドローンしてもいいですかね。もう何をすればいいかはね、正直分かってますよ。でもこういうことなんでしょ。そうですよね。ですよねでもこれ多分おそらく最後の願いの扱いになるんだろうな。うん。何々ポックル君が招待状を配ってくれると、なんという都合の良さ。6枚。6枚なら、え、案外すぐじゃない？なんかもっとあるような気がしたんですけど。俺がそう簡単に招待状を配ると思いますか？ここで裏切るのもどうかと思うけど。お、そうですね。では行きましょうか。さあ、招待状とは何だったのかよくわかりませんが、とりあえず原稿だけ書かせて、おとなしきをさせるっていう、ものすごい下道みたいなことしますけど、まあ、せっかくお金貯まってるんでね、仕方がありませんよ。メイヤさんとこ行きましょう。お、積み立て達成感、イエーイ、おめでとうポックル君、猛烈に感動なのだ。積み立てが500万マネを達成したではないか。そうですね。ポックル殿おめでとうございます。メイヤ殿もおめでとうございます。思えば長い道のりだったである。そうですね。何はともあれ、前人未到の500万マネ達成、いなかったんだそりゃいないか。でも普通やらないもんな、よく考えてみると。これでポックル君も汚名を返上して大人の仲間入りなのだ。七首都村長として君を誇りに思うのである。誇り大掃除ぽいぽい。完全に招待状とかなかったことになってるんだけど、大丈夫かな。気まずいわ。6枚の招待状を持ちながら、おとなしきを迎えるポックル。どんな気持ちなんだろうな。あ、ポックルも眠れないの。
そんな、そんななんか胸張って言えることじゃないと思うけどね。ねえ、ポクル、ちょっとだけ夜空の下を散歩しない。おやすみなさい。わかったか、それ。なんてことにならないようにしなければな。配りますか、招待状。